でもマフ君を殺しちゃったんだよ俺さっきの試合。マフ君がね命を賭して助けに来てくれたからね、そのせいでマフ君死んじゃったんだよな。くそ、マフ君を救うわ今度は。あ、ちょっと待って、マフ君、あのマフ君の遺産ね持っていくか。こんな感じだったよねなんかね、これ返しとこう。マフ君に返すわちゃんと。あ、次ラスト、これラスト、オッケー。オッケいや、ちょっと真面目にやるか。ちょっとパークーパークー、あ、始まっちゃったもういっか。真面目に行こうと思ったんですけどね。あ、初見さんいらっしゃい、こんばんは。さあ頑張るぞ。最後は4人でね出たいっすね。最後は、最後ばかりは。あ、初見さんいらっしゃい。オートヘイブンレッカーズ、またここですね。マフ君をまず探すか。マフ君どこ？あ、マフ君、マフ君これ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 、マフ君これ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 マフ君これこれ、お、やべえやつじゃん。マフ君、このやろ、マフ君、俺返すって。マフ君、マフ君これ、あれ間違えた、スペースじゃないとこ押してた。 ありがとう、いいの？オッケーオッケーオッケー。よしよし、返す返す、ちゃんと借りたものは返す。俺はそう教わって生きてきたよ。借りたものはもらったものじゃない、借りたものは必ず返すものなんだよ。ちっちゃい頃にね。なんか動きがないな。なんもイベントが起こらないね。ここついたんでかい。キラーなんだろうね。そう、僕はイベントを起こしにキラーの方向に。なんだ。ここでライトを引き当てる。ほい、ライト。カーギー。また物騒なものが出てきましたね。物騒なものが。俺未だに忘れてないからね、あのねえ、あのマフ君がさ、俺ね、あのマフ君が地下に釣られて助けようと思ってね、キラーをねおびきをしたんですよ。こっちだよこっちだよっつって、でその最中にもう一人の人が助けて、あ、よかったよかった救助できたねってと思うや否やね、その瞬間にね、あの自ら持った鍵でねハッチから逃げた、あの事件俺は未だに忘れないよ。念に持つからね。え、ちょっと待って、マフ君、まだ忘れてないから。何何何何、え、あ、そういうこと。いいから見よう、ゲームを、ゲームの続きは今度は俺の番だ。びっくりしたよな、ほんとびっくりしたわあれ
あ、マイケルか。マイケルっすね。マイケルか。まあ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 。まだレベル2。まあ、永続とかだったらちょっと嫌だけど。あ、そうじゃないと願って。ペンペンみたいなやつ。こっち直していいかな。向こう1個直してる読みで、こっち直しちゃいますか。あ、ペンペンじゃん。あ、切られる！マジ？お、マックンがチェイス入った。そこ当たると思わなかった。なあ、テン、マジでテンペン。あいつ手長いタイプのマイケルだな。でも鍵あるからな、ちょっとハッチ脱出したいところありますよね。ちょっと配信的にはさ、やっぱこれを使ってなんかドラマを起こしたいよね。そんな無難にさ、発電機全部直してさ、出口からさ出るんじゃなくて、なんかもっと配信映えが欲しいですよね。僕はそう思うんですよ。皆さんどう思いますか？でもハッチを、お、あ、お、今なんか知ってた。あれ死んだなーって思って見てた。ソラルさん、ソラル。ハッチを出すには、あれここでもくっついたよね。ついた。ちょっと発電機全部つけないとダメで、一個直そうと思って逃げるんじゃない。逃げなくて待ってね。これつけて、俺ハッチ出して、ソラルさんと一緒に逃げる。他の二人は皆殺しだ。あんまり逃げられないから。ここでつけるのは本当はダメだよ。これノーワンあったらもうソラルさんは死ぬからね。これまずいね。だから俺はハッチを探したいからね、ここでつけていくんですよ。ハッチはないかな、うん、ないかな。いっ、おー先生助けてあげてくれ。これはやばい、これはやばいな。今会いに行くよ。くそ、あー、これやばいかも。あ、ナイスペンペン。いや、分かってる、逃げるんだ。ペンペン、お前今日何回俺のこと助けてくれたんだ。俺追われてる。使ってあるか。なるべく遠くに逃げようか。追われてんだこれ。やばい、ソラルさんを、あ、戻ってった、戻ってった。あ、ナイス救助。ねえねえ、ハッチない？ねえ、ハッチない？ハッチ、ハッチ、ハッチッチ、ハッチない？ハッチ、ここハッチどこに爆？ハッチ、ハッチない？開けてー、開けてー、そこ開けてー。むむむむ、しまってたしまってた。ねん、よし、逃げるしかないのか俺は。俺は逃げるしかないの、ここで。やだ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 、あぶねえ。やばい、終わっちゃったよ俺のデッドバイデイライト。喋ってなくても分かる。こんなのダメだよ、納得いかないわ。状況をパッと見てこうやれるのすごいよな、あの二人うまいよ。納得いかねえわ。ああ、なるほど。先生、感染症リーダー刺さってる。やばい。まあ、まあ、俺は死んで負けた。これは、まあ、よしとしましょう。あ、これは分かんないぞまだ。ああ、空さん出て、空さん、ダメだ。出てくれるば。あ、やばい。あ、オッケー、あ、オッケー、オッケー、オッケー。あ、まあ、空さん出ろ。いや、ダメだ。いや、もうあの人は救えない。これは出るしか。もうあの人は救えない。空さん逃げるんだ。これは出るしかない。え、ちょっと逃げ遅れてないのか。それは見捨てろ。え、まずい。それはちょっと。それはちょっと、今からこれはまさかの結果4人脱出。今のは思ったより近かった。今のはちょっと、やめろソラルさん。まあ、助けたいという気持ちが、救ったと思えば、ソラルさんは死ぬんですね。もう逃げるしかなかった、さすがに。逃げるしかなかった、今のは。
ありがとうございました。終わりかな、ありがとうございました。